盛り上げていただきたいのですが、ここで一回拍手の練習をしてみたいと思います。それでは会場の皆さん、大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。小林さん、どうか大丈夫かな。ここか、もっと大きな拍手が欲しい。そうだよね。それでは皆さん、もう一度練習をしてみたいと思います。次は半分に分かれて練習をしてみましょう。まずはこちら側の皆さん、大きな拍手をお願いいたします。もっともっと大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは次は反対側の皆さん、負けないようにいきますよ。大きな拍手をお願いいたします。もっともっと大きな拍手を。はい、ありがとうございます。バッチリですね。それでは最後に皆さんでいきますよ。大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ココリンさん、これでバッチリだね。ココン、ココン。はい、ぜひ今後も大きな拍手で盛り上げていただき、曲の間にはぜひ手拍子などもして楽しんでくださいね。さて、1曲目の世界はあなたに笑いかけているは、フラやタヒチアンダンスとは違った踊りで、ダンシングチームの新たな一面をお届けできたのではないでしょうか。私たちもたくさんたくさん練習してきましたので、皆様に笑顔になっていただければ嬉しいです。そして1曲目の登場は、客席から登場がありました。びっくりされた方もいたのではないでしょうか。いつもショーを行っているウォーターパークビーチシアターのステージとは違って、このトワイライトパーティーはこの会場ならではの近さでお楽しみいただけるようになりました。ぜひ今後ダンサーが近くに来た際には、踊り、笑顔を存分にご堪能くださいね。そしてココ姉さん、ココ、いつもと衣装が違うんじゃない。ココよ、とっても可愛いね。ぜひ一周回って皆さんに見せてもらってもいいですか。ココよ。はい、それではゆっくり一周回ってください。お尻をフリフリしながら揺れるモレが可愛いですね。はい、それでは最後にポーズをお願いします。ココよ。はい、皆さんシャッターチャンスです。ココ姉さんの可愛い姿、ぜひカメラに収めてくださいね。この衣装が見れるのはこの会場のこのトワイライトパーティーだけですので、ぜひぜひお写真たくさん撮ってください。はい、大丈夫でしょうか。収められましたか。はい、ココ姉さんがなぜこの衣装なのかは、ショーを最後までご覧いただければわかるかもしれませんよ。お楽しみに。それではここからは本日のピックアップダンサーを紹介させていただくコーナーです。日替わりで1名ずつ登場しますので、本日は誰が登場するかお楽しみにしててくださいね。いますが、正式名称はスパリゾートハワイアンズダンシングチームと言います。現在37名在籍しており、北は秋田県から南はなんと山口県まで、日本各地からメンバーが集まっているんですよ。皆様と同じ出身地のダンサーがいるかもしれませんので、そこにも注目して見てみてくださいね。それではココ姉さん、準備ができたか見てきてくれますか。ココよ、ココ。はい、本日は誰でしょうね。ぜひ登場の際には先ほど練習した大きな拍手でお迎えくださいね。 OK、 それでは登場していただきましょう。どうぞ。ココよ、ココ。こんにちは。はい、本日は53人で佐藤彩香さんです。ココ姉さん、ここまでありがとう。ココ。それでは自己紹介をお願いします。はい、本日ピックアップダンサーを務めさせていただきます、福島県いわき市出身の53期生佐藤彩香と申します。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしく。
が好きだそうです。ぜひぜひそのチーズナンの愛を語っていただいてもよろしいでしょうか。はい、ぜひ。前回は梅干しについてちょっと語らせていただいたんですけど、今日は同じくらい大好きなチーズナンについてちょっと愛を語りたいと思います。私はチーズナン結構ちょっと3年前くらいから好きなんですけど、皆さん多分カレーと一緒に食べる方が多いと思うんですけど、私はもうチーズナン単体で食べるぐらい本当に大好きで、いわき市にあるチーズナンがあるカレー屋さんには全制覇しましたね。全制覇したそうです。なかなかチーズナン日頃毎日食べるという方は少ないとは思いますが、カレー屋さん全制覇という、とてもとてもチーズナンの愛が強い、はい、日頃ポンちゃんと呼んでるんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、それでは自分でチーズナン作ってみようって思ったこととかありますか。はい、実はちょっとあるんですけど、失敗してしまったので、また再挑戦しようかなと思っているところです。チーズナン食べるだけでなく作ってみるのもチャレンジしたそうですね。すごい、なかなか本当にいないと思うんですけれども、実際どうやって作るんですかね、チーズナンは。多分本場は本当に釜で作るんですけど、お家に釜はさすがにないので、フライパンで焼くんですけど、強力粉を固めて丸めて、そこから麺棒で伸ばして、一旦ちょっと生地を置いて、ここからフライパンで焼きます。実際その失敗してしまったのはどの工程で失敗してしまったんですか。そうですね、私ちょっと器用な方ではないので、麺棒でこう伸ばして打ち粉をしながら伸ばすんですけど、そこの段階がちょっと普段しないことなので慣れてなくて大変なことになってしまいましたね。実際ステージの上ではね、綺麗なお姉さん、魅力的な女性像がすごい強いと思うんですけど、意外に天然でおっちょこちょいなところもある田中さんなので、私はすごく想像がつきました。そうですよね。ぜひ次回またチャレンジしてうまくできた時にはまた始まってます。わかりました。はい、はい、ありがとうございます。皆さん意外な一面ではないでしょうか。はい、本日のピックアップダンサー佐藤彩香さんでした。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の準備があるので会員いただきたいと思います。はい、それでは次に参りましょう。Thank you.
つ一つ意味があるのをご存知ですか？例えば波、ここねさん波の動きできるかな？かかやん。はい、ではやっていただきましょう。はい、このここねさんがやっている動きが波を表す動きです。ザブーンザブンザブーンザブン、波をこれで表しているんです。それではもう一つ、次は皆さんも一緒にお願いいたします。肩から手を大きく広げます。もう一度、肩から手を大きく広げます。はい、皆さんも一緒にお願いいたします。ふわっと大きく広げます。ここねさんのように両手でぜひやってみてください。この動き、何を表しているか分かりますか？ちょっと難しいですかね。これはある動物を表しています。もう一度、肩から大きな、これは翼です。もう分かった方もいらっしゃるかもしれません。はい、これは鳥を表しています。肩から大きく広げます。はい、これで鳥です。このように一つ一つフラのハンドモーションには意味があるんです。意味をしてからフラを見るとより深くフラを楽しむことができますね。そして皆様も今日は波と鳥の動き、ぜひ覚えて帰ってくださいね。この鳥の動き、先ほどのコマイホーウェイウェイ、この振りの中にも実は出てきているんです。ハワイアンズでのショーを見るとき、あ、これは鳥の動きかなと思って見ていただけると嬉しいです。さて、現在の夜のショー、ポリネシアングランドステージのタイトルは未来ハウモリです。ハウモリとはハワイ語で幸せ、幸福、楽しさという意味です。私たちもお客様に幸せを届けたいという気持ちで日々踊っております。またフラガール、映画フラガールで有名になったフラガール虹を、ハワイアンズフラガールといったらこの曲ですよね。このフラガール虹を見れるのも夜のショーだけですよ。ぜひ大迫力のポリネシアングランドステージ未来ハウモリを見に来てくださいね。さて、ここからは本日のピックアップダンサー佐藤彩香さんにも本日の夜のショーの見どころを披露したいと思います。 OK。 はい、それでは登場していただきましょう。お願いします。ここよ。はい、大きな拍手でお願いします。ワーカーネーション、ハピネスの5つの衣装を一度に見れるのはこの演目のみです。ハワイアンズの絆を感じながら全身全霊で踊らせていただきます。衣装にも注目してみてください。はい、ありがとうございます。アイマ福島、ご存知の方いらっしゃいますか？はい、多くの方に知っていただいてますね。ありがとうございます。この曲は震災当時、私たちの先輩方、そしてバンドのエテデカヒチアンズ、ファイアーナイフダンスチームシバオラのメンバーで言葉を集め曲を作った、それが愛の福島です。私たちも心を込めて踊っておりますので、ぜひ今夜も、はいはい、見て注目していただきたいですね。はい、はい、ありがとうございました。佐藤彩香さんでした。大きな拍手をお願いいたします。本日夜のショーは20時30分から開演いたします。ぜひ見に来てくださいね。楽しい時間はあっという間で、トワイライトパーティーもエンディングのお時間となってしまいました。皆様にとって明日もきっといい日になります。